ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん、パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。は、はい。そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。ちょうどいいところに来たわね。完成したわよ。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。じゃあ学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。Thank you.
したことなさそうだな。やっぱり飛んでいくと楽だな。こいつはちょっと強そうだぞ。大したことなさそうだな。大したことなさそうだな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ。まだやるんでしょ。くそ。ちなんだてめえは。私はん？悪は絶対許せない。正義の味方。ん？は？ん？グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる。やっぱりこんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう。蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密なわけ。ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの？そうなんですよ。だから早く行かないと。やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか？こんな完璧な変装してるのに。声よ。それと喋り方。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その。仲間のみんなが普通に暮らしたいなら、強いってことをバレちゃいけないって。だから。あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。
私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え、そんなの。いいじゃないの、グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。やったー、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方、私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずるいわ。あ、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。それに、天下一武道会、どうしよう。学校が終わったら、ブルマさんに相談してみよう。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし。ブルマさんのところ行ってみるか。お、すっごいパワーだ。よし、そろそろだな。あれ？あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか？あなたは。あ、僕ですよ、ご飯です。え、ご飯さんなんですか？どうしてまたそんな格好を。
いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところで、ランチさんはここで何を？ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でもいいんですか？ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方、グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ、頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え？実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて、畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその、はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。ランチさんは危ないからここで待って。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。アクション！天津庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。大したことなさそうだな。この辺りだな。化け物がまた来たぞ。助けて。化け物め、どこだ。ギュギュ。やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。ギュギュ。よくも村を襲ってくれたな、化け物ども。ギュギュ。悪は絶対許せない。グレイ、またギャギャー。ああああ、グレイ、正義の力を受け止めろ。エガー、グレイ、グレイ、エガー、ガガ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 。What?
天津飯さんの畑を荒らしたの。これで全部倒したな。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。当然のことをしたまでですよ。化け物はどこだ。ランチさん、化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっくしゅ。しょうがね。
とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、おいしそうなお野菜でよろしかったら、そのお野菜で皆さんいかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を。ええ、もちろんです。あと、あら、そうでしたわね。いやあんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったし。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんのおいしいお野菜で作ったお料理をみんなに食べて。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕、そう、いろいろとありがとう。そろそろブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。ブルマさんいるかな。おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママにおじ。そうなんだ。ブルマさんいるかな。うん、いるよ。入って入って。するんだ、今度の天下一武道会。なんで？実は
クラスメートに。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ。格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメートなんだ。え、でも結構いい子なんですよ。でもその子に僕の返信があって一緒に。当時ね、そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃない。天界中武道会ではヘルメットとかだから、このヘルメットの代わりになるものが。ふんふん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。のってことないじゃない。ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。お、なるほど、こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクスくん、かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃ。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が、あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニング。そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとご飯さんが戦うの。俺も出るぞ。お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット、そうだ、久しぶりだな。みんな、今あの世から海王様通して話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に本当に天界一武道会に来られるんですか。うん、占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出るんだろう。俺も出るさ。やったー。誰、バターイ。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。オラもだベジータ。じゃあなみんな、天界一武道会で会おうぜ。よかったわねご飯くん。早くお母さんやゴテンくんやクリリンくんたちに伝えてあげ。はい、いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕みんなに教えてきます。
まずはクリリンさんのところだな。カメハウスにいるといいけど。悟空も？本当かよ。悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。俺も出ようかな。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶望するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ？優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で出場しろ。クリリン、そうだな。パパとママ何か出るの？そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。わーい、パパママ頑張ってね。よーしパパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあな。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと。神様の神殿へ急ごう。クロさんも出てくれるかな。デンデはどうだろう。よし、着いたぞ。そうか、それは確かに面白そうだな。でしょ。よし、出てみるか。デンデはどうする？いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ？やだな、ピッコロさんまで。これかっこいいと思いませんか？わからん。それじゃ僕そろそろ帰りますね。ああ。それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたらお母さん喜ぶだろうな。さん、僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。そのためには学校休んでみっちり修行しないと。悟空さんが天下一武道会のためにあの世から帰ってくるって？そったらビッグニュース、なしてもっと早く
く言わねえんだよ。よかったな、御殿。弟と一日だけ会えるってよ。ん？参っただな。俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ。あのお母さん、僕も出ちゃダメかな。優勝すると1000万銭もらえるんだけど、2位でも500万。1000万銭出場しろ、ごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万銭ももらえるんだべ。いや、まだ勝てると決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。お父の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。お天、明日からの修行、兄ちゃんを手伝ってくれるか。うん。待たせたな、御殿。まずは首手から始めようか。うん。とりあえずスーパーサイヤ人になっていくかな。よっ。よし、来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？え？スーパーサイヤ人にか？そいつは御殿にはまだちょっと無理かな。ごてん、お前、それ、いつ頃から？忘れちゃった。信じられない。でも、修行の相手としては最高だな。よし、始めるか。
行くぞ。Nope.